今回ご紹介するのはね、濃厚のヘーゼルナッツラテですね。AGF のね、ものでして、ヘーゼルナッツラテでございました。では。ああ、この濃厚な香りと味わいがいいですね。で、こう。ヘーゼルナッツって感じでね、やっぱりこうナッツの味が効いていてね、いい味出してます。で、この何とも言えないね、濃厚な味に、非常にこう落ち着いた味で、これはこれで結構いける味じゃないかな。で、本当にこう、ふうと伝えたいぐらいのね、落ち着く味わいですよね。まあ、苦味がこれ少し、まあ、ございますけども、だからこれ一杯で、一杯分ですから、まあ、これで300円ぐらいかな。7本でね。これ結構安いと思うんですよ、7本でこれだけの上出来のやつで。まあ喫茶で行けば、大体1袋で大体4、500円、1杯で大体4、500円ぐらいですかね。まあ安いところで440円ぐらいですから、まあ高いところで500、600円ぐらいするかなと思うんですけども、まあなかなか、本当にお店の喫茶店にあるコーヒー店とあんまり変わらない味。これはいいですね。こういうのがご家庭で飲めますっていうのはね、ちょっと値段的にはちょっと贅沢な値段ですけども、これでもなかなかいい味わいで、結構いい味出してるなというふうに思う味わいですね。というわけで落ち着く味でした。どうもありがとうございました。